感じですね。はい、人差し指で引っ掛けて、ちょっと早くやってるんで分かんないかもしれないですけど、スローにしておいてください。スロー再生で。はい、こんにちは。札幌占い美容室早任しの後藤です。今日はバッサリ切ります。モデルさんが、持ってきていただいた額長さというのがもうショート並みの長さ。これ見えますかね。見えない。結構短いですよね。短いです。そう、この辺まで切るんで、中にインナーのブリーチがモデルさん綺麗に入っておりまして、です。で、パーマーを今日はドライングパーマー、久々にドライングパーマーかけていこうかななんて思ってます。はい、大体そうですね、2時間以内には終わるかなと。カットして1時間半から2時間ぐらいで終わるかなと思います。はい、ではショートに切っていきたいと思います。まあ大体ですね、後ろからまあ長さは決めていくと思うんですけど、まあ、僕結構前から切っちゃいます。で、なぜかっていうと前からのイメージが一番、まあ、あのお客さんが見て、分かるところなので、後ろから切り始めるっていうことは、美容師さんの切りやすいように切ってるだけであって、お客さん後ろから切られてもあんまりよく分からないんですよね。なので僕は横からパツッといっちゃいます。で、使うシザーは今回はヘアリーシザーのブラントセニングを使っていきたいと思います。ブラントセニングでまずラインを決めたいと思うんですけど、まあ、大体相談しながらとかこの辺までいっちゃっていいですよね。大丈夫です。はい、はい、で今回はちょっとスタイリングしながらなので、ドライカットで今完全ドライの状態で切るんですけど、アイロンちょっと入れて雰囲気作ってみたいなと思って、それでまあパーマの雰囲気も決めていこうと思うんで、完全ドライで今日は切ります。フラントセニングは、そぎ率かなり高いんで結構バツっていけるのにですね、結構長さ決める時とかは使いますね。で、下ちょっと外羽にしようかななんて思って、なんかブリーチのところがだいぶ取れましたね。ただこれ軽くなるんで、ちょっとまあこのぐらいから切っていった方がいいんじゃないですかねっていう感じで、結構バックから切ると大体長さも美容師さんので決まっちゃうんですよね。なので僕の方は、何回でも切り直しできるように、まああまりこうお客さんがもうちょっと切ってって言ったら全然切りますし、バックからちょっとずつ切っていくと、もう最初長さが決まってる時点でもう直せないというかなんですよね。言いづらいですしね、お客さんの方もあって時間かけて切っちゃうと。ここはちょっと見えない。ごめんなさい、ショーバルタンにちょっと切り替えます。ちょっとショーバルの方が良さそうなんで、ショーバルに変えます。結構厚みがあるのでショーバルでいっちゃいます。すごい切ってますね、がっちり。でもちょっと切ってみないと多分分かんないと思うんで、でバックセクションは、バックはどうしようかな。バック見るまでもないんですけどね、これちょっと今仮切りですから、で大体バックどの辺で跳ねさせたいのかなっていう部分で、サイド切ったらそこにつなげていきます。これは R シザーで上から手を持ってきて、今ガイドラインをなんとなく切ってますね。
でバックセクション切って少し段を水平のラインまで持ってきて段を入れます。ちょっとバツって今なってますが大丈夫です。色がねかなり違うから、なんかここは多分なんだろう、色の場所によってはなんかうまく使えたらいいかな。でバックセクションも切ります。カナリでもかなりプリなんですよねきっとね。かなりプリですね。もうはいこれあれです、ね、2年以上は切ってないです。2年も切ってないですか。はい。あそれはもう相当久々のパターンですね。で、バックのウェイトなんですがちょっと上げようかなと思ってるんで今ちょっと低いんで、バックのウェイトに一応若干上げます。少しこうなって下が外跳ねするようなイメージにしたいんでちょっとバックをちょっと なんとなく切ります。まあある程度仮切りしてって後で切るっていうような感じにていきます。まあこのぐらいのダンスでいいと思いますね。前髪の量は厚くしていいんですか。厚くて大丈夫です。はい。じゃあちょっと若干こっち側でいいんですもんね。こうでいいですか。はい。はい。なんかこの人多分ちょっと前髪長くわざと切ってね。こっち側を切ってみたら。ここはなんか残してるかな。まだ全然遠いほど遠いですからね。そしたらこの感じだと大丈夫かっていう感じ。本当に近づくのかって感じしちゃいますけど、全然大丈夫です。で、このアウトラインにちょっとそぎを入れて、まあそぎはこの。R2 セニングで間引き系でやっていきます。ちょっと間引いて R2 で間引いていきます。で間引くとちょっと髪の毛が散るので跳ねやすくなります。逆に収まり出したい人はこれ使わない方が収まるんですけど、ちょっと今回下はちょっと荒れる感じにするので R2 を使っていきます。実際この人めっちゃ髪傷んでさ、ブリッジとかめっちゃしてるし、なんか一回テレビで見た時なんかすごいてっぺんハゲってた、てっぺんハゲなんか薄かった気がする。なんかウェッジしすぎたのかもしれない。ウェッジしすぎてでトップも、まあ毛先だけ、少し、若干細くしといて、あとはスクラッチでちょっと作っていくので、まあ、今ベースのカットをあベースじゃないや、もともとのドライの状態で切ってるんで今ちょっと上と下段差できてて変な感じですけど、鳴らせば全然で、トップの方は毛先だけですね。ここ毛先のところを少し細くして、遊ぶ系をちょっと作っていきます。でトップを縦にこう入れちゃうとちょっとパサつくじゃないか、ラインが汚くなっちゃうんでトップは少し横に入れて、ちょっと遊ばせます。ちょっとペンシルシザーでちょっと動きを出していくんですけど、ペンシルで動きを出していきます。まあ大体、この8から下ぐらいに動きがあるようなんで、ちょっとペンシルで少し、間引いていきます。でペンシルシザーは動きが
動きじゃないな、ちょっとスクラッチカットって言ってこの滑りやすいんで結構使えますね。あの通常のシザーとちょっと違うので、結構今回モデルさん選んでるスタイルかなり削ぎ入ってるんですよね。なので多分削ぎ入れないと全く作れないと思うんで、まあ、削ぎあんまり好きじゃない人とかもこれはちょっと削ぎ入れないと作れないスタイルなので入れます。後ろをでバックの、この辺 の軽さをが出てるんで、指でこう引っ掛けてこの辺がねちょっと軽いんですよね。そこら辺はちょっと根元側から削ぎ入れた方がいいですね。下の方はあんまり下入れちゃうとベースが軽くなっちゃうんで、だんだん横にしていきます。こう取りますよね。だんだん横に入れる方向をちょっと変えていきます。そうするとベースのところが真下から取っちゃうとちょっと軽くなりすぎちゃうんで、ちょっと横に入れるような感じですかね。トップの方は裏側でいいんですけど、ボンドクボ近くなったところから、スクラッチやり方向を横に変えていきます。そうしないと、はい、今度は反対ですね。これ普通のスライドカットと違うところは左右同じ状態で入れれることなんで、このスクラッチがおすすめかなと僕は思います。はい、今度は横にこっち側にこう入れていきます。でこの辺はあまり切らないで今回ちょっと長めに残してなんか動かす感じにしていこうと思います。ですがちょっと長いんでちょっと切ります。で、まあ、この辺でですね、一回あのアイロン入れて雰囲気を作っていきたいと思います。どんな感じになるかなっていうのを、これ正直下ブリーチ入ってるのもそうなんですけど、ちょっとイメージが分かんなかったりするんで、実際パーマかけたらどうなのかなっていうのをちょっとイメージを作ってみて、そうすると大体なんとなくの雰囲気が分かるんで、その雰囲気を見てまたちょっと調節していきます。まあ、時間ある場合はね一回ウェットしていただいたりとかいろいろあるんですけど、まああまり、まあ、1時間半ぐらいで仕上げるのでどうしてもちょっと時間が、まあ、8時からなので9時半には終わらせたいなと思ってるんでちょっとこんな感じです。トップもうちょい高さが欲しいなと思うんで、この辺とかそこをちょっと切ろうかなと思います。でやっぱりイメージ作ってくるとなんとなく分かってくるし、お客さんもまあ多少あなんか大丈夫だなっていう感じもしてくると思うんでですよね。最初ちょっとあのここパツンってなってたから大丈夫かなと思いますよ。カットラインはね繋がってたんですけど、どうしてもちょっと最初のカットラインじゃないか、最初の乾いてる状態の記憶されてるので切ってるんで大丈夫かなって感じになってます。もう一回作るとなんかイメージもね共有、ここで共有ができるんで、あのお客さんと共有してこういうパーマがいいとか、あのそういうような共有もできますし、まあ R 入れることによってカットラインもまた切り方によっては変わってくるんで、僕はやっぱり1時間半でカットパーマやる場合はやっぱこういうふうにアイロン使って、早い段階でお見せしますね。そうしないとやっぱり2時間半ぐらいかかっちゃうんで、プラス1時間かかっちゃうので、なんか分かりますよね、イメージがね、分かりやすい。そうなんですよ。あ、こういう感じなんだなとか、じゃあちょっと長いなとかね、ちょっと分かるんで、はい。で、この時なんですね、もうちょい短くて大丈夫って言われて、短くしてくださいって、何回も僕言ってもらっても全然問題ないんですけど、多分最初から作ってたら、結構、また切り直しってなっちゃうんで、やっぱそこが、今トップの方をちょっと軽くしてます。これは T2 セニングで、トップの方を少し、少しやって、短くというかここだけ別にして T2 なのであんまり取れてないですけど、上の方ふわっとする感じ
ここからは、ショーバルタンでほとんど行っちゃいます。ちょっと引っ張るんですけど、わざと引っ張って跳ねる力を使います。普段はノーテンションできるんですけど、外跳ねは引っ張って逆にその反動を利用したりとかしてカットをしていきます。こんなバツバツ切って大丈夫なのかなって思うかもしれないですけど、慣れればできるように皆さんもなります。多分、ね、重さがこの辺が全然重いんだよね。なのでそこが多分違うと思うんですよ。そういうのも全然それからすぐ変えれるんで、はい、バックの方をちょっと今どう切ってるかっていうと、ショーバルで R 状にカットしていってますね。わかりますかね。ちょっとこれちょっと見づらいかな、見づらいけどずらすのめんどくさいからすいません椅子ずらす、ちょっと下向いてますね。この下見えるかな。このような感じに、自然にこう切ってですね、まあ、何やってるか分かんないかもしれないですけど、すごく簡単なんですよね実は。やっぱり、いろんな方法があると思うんで、これが正しいかどうかわかんないですけど、切ってて楽しいのが一番いいかなと思うんで、僕こういうカットしてるときめっちゃ楽しいので、なんかもう趣味みたいなものなので、なんか気軽にできるっていうか、なんでこう作業じゃないんですよね、なんか楽しいですね。バックちょっと切って、まだ行きますよね。はい、まだ行きます。軽くなったらね、もっと上がっちゃうんで、もうこの辺でやるのがいいかもしれないですね。はい、はい、長さを合わせて前髪はこういう感じで、で、前髪がもうちょっと束感、目標のスタイル出てるんで、T2 でちょっと間引いていきます、まあ、T2 は10パー以下なのでそれでちょっと間引きを入れます。適当に切ってそうで、ちゃんと切ってんすよ適当そうだけどね、本当に大丈夫かなって感じするけどで、今度は上のやつをちょもう一回ですね、R2 でちょっと、間引いていきます。よっぽどね、結構下軽いんですよね、このスタイル自体が。特に耳後ろのところの重さをちょっと取っていって、髪の毛を散るような感じにしていきます、まあ、今ちょっと20分ぐらいかかっちゃってるんですけど、まあガチで切れば全然10分ぐらいで切れるんですよ。なんかラスクになってきましたね。でもね、僕ちょっとぶっちゃけ言うとこのスタイルちょっと軽いなと思うんですよね。このここまで軽くしたらこれ、ね、あと困りますよ多分。この子傷んでいるから、うん、もうなんかそぐしかないんじゃないかなと思って、もうなんかボロボロだし髪が、だからそこまでそぐとちょっと後で困るかもって思う。じゃあ程よいぐらいで、その方がいい、はい、もそれよりもっとかっこよくできると思う、うん、重さあった方が多少はいいとは思うんですけどね、あんまり軽すぎるよりは、まあ、ちょっと近いぐらいにはしますけど、結構動きも出していきます。今使ってるのはペンシルシザーで、動きをちょっと出していくんですけど、まあ、パーマかけるとやっぱ重くなっちゃうので、まあ、そこら辺はペンシルでちょっと軽さを出して、
浮遊感をちょっと作っていく感じですね。はい、人差し指で引っ掛けて、ちょっと早くやってるんで分かんないかもしれないですけど、スローにしてみてください。スロー再生で。はい、皆さん見せます。後ろはこのぐらい軽さが出てて、ここは外羽にかけようかなと思ってるんで、こんな感じですよ。こんな感じかなっていうか。で、サイドの長さをちょっと合わせて、サイドの長さをこう合わせたりなんかしてですね。で、まあ、顔周りは結構お客さんからも見えるんで、ちょっと左右の長さをちょっと合ってるかどうかっていうのをしっかり確認した方がいいです。これで終わりですね。で、こんな感じでカット終わりでパーマかけます。はい、今度はパーマをかけていくんですけども、後で洗うんでちょっとそのままいきます。今回はクリームだと推薦できないんで、クリームまでいかないぐらいの薬剤をちょっとつけまきしていきます。薬剤はちょっとスピエラー使って、スピードを還元するんでシステアミンも使ってます。あと諸々メインはシステアミンとスピエラですね。そうしないとやっぱスピードで1時間半ぐらいで、まあ、ここからだいたい1時間で終わるので1時間かかんないぐらいで、還元も多分巻き終わって流すみたいな感じなんで、もう早いです。そうしないとつけ巻きしてるんでスピードが大切なので、まあ、つけ巻きなのでつけムラない方がないようにしてください。まあ、あとつけ巻きのポイントとしては薬剤がすごく少なくて済むので、まあ、材料費の削減になるかなと思います。あと頭皮に、僕基本的に頭皮に薬をつけたくないので、後で薬つけたりするのすごい嫌なんですよね。なので、そうしてます。あとでなんか薬、頭皮に薬を伝るような感じがちょっとあんま好きじゃないんで。はい、今日の撮影終わりました。モデルさん素敵な感じに、ショート似合いますよね、皆さんね。すごい変わったと思います。相当可愛らしく、もともとねロングの時もすごい素敵でしたけど、短くしてからも よりすごい素敵な感じになったので、良かったかなと思います。はい、今日の撮影終わりました。また皆さん、ハイヤマカチのチャンネルを、いいねとかしてシェアとかしていただければ頑張りますので、よろしくお願いいたします。では、さよなら。バイバイ。